みてえなやつ見てるとよ腹立ってくんだよ。なんか用かよ。青のギャングだな。だったらなんだよ。ハルカはどこだ。あ、お前らがサイの河原から連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえか。知らねえよそんなガキのことは。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やっちまうぜこいつ。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。一丁遊んでやるよおっさん。お前ら本当にハルカを知らねえのか。はい、俺らはチームでも下っ端ですから。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです。奴らならその辺にたむろってますから。本当すいませんでした。勘弁してくれ。俺らは遊びのつもりで。おいおい、あ、ここはおじさんの下っ端に断るって言ったら、お前らが怪我をするだけだ。面白え。やってもらおうじゃない。なんだてめえは。ハルカはどこだ。おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのかこれ。ふざけんな、親父。やろ、舐めやがって。おい、この親父ぶっ殺しまえ。Yeah!
おい、ハルカをどうした？どこにやった？知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ？赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる？劇場前の広場に。デブラっていうクラブが、そこが奴らのたまります。キリュウだ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課にハルカの捜査依頼があったらしい。一課に？どういうことだ？詳しいことはわからん。ただハルカは誘拐の被害者ってことになってる。東城会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先にハルカを抑えるんだ。急げ。分かってる。ハルカはどこだ？はあ？お前誰だ？知っててもお前なんかに言わねえよ。口の聞き方に気をつけろ。はあ？やるってのかよ、こら。お前がリーダーか？違います。こんなことしてタダで済むと思ってんのか？ハルカを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴、面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。返り討ちにしてやれ。ハッ！
死んだも同じだぞ。ハルカはどこにあった？知らねえよそんなもん。待って、どこだ？ハルカはどこだ？俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？ジャガのです。子供はジガがいる。ラウさんのところに。ラウカロン。ラウさん。先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、ダジマ組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。
だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。遅くなったな、カズマ。おやさ、足が。何？お前のためなら足の一本や二本。すんません。長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。やつが、ハルカを。見つかったか。いや、まだだ。そうか。今サイの河原のお前のアジトにいるんだが、詳しい話も聞きたいし、一度合流しないか。分かった。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ほう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。なんてことだ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。ちょっとお前、おい、逃げ足の速いやつ。お、待てよてめえ。来たか。どうだ、何か分かったことはないか。ハルカを連れ去った奴らはジャカの連中だ。何、ジャカだと。ああ、ギャングの奴がそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるか分からない。キリュウ、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。じゃあな。もし俺が刑事になってなかったら、横浜へ向かう準備はできたのか。
そうだな。わかった。それじゃあ横浜へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30? じゃあ島野さんは70ってことですか。いや、うちは50や。なら残りの20億は。おう、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで。年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。